東京調布市味の素スタジアムです。2018明治安田生命 J2 リーグ第29節、この時間は東京ヴェルディ対大分トリニータの一戦もお楽しみいただきます。さて松本、ショートコーナー変化をつけます。馬場が落としてまた松本、センターに入れたヘッド、打てない。もう一度シュート、これは枠の外。そうですね、大分の方は当然前節ヴェルディがセットプレーからに失点しているというところは知っているはずなので、それを踏まえてセットプレーもトレーニングしてきたと思います。間を通した、さあ泉沢フィニッシュ、正面でした。入れてきて急がせる、佐藤のクリア、セカンド拾って丸谷シュート、ポスト、まだあります。ババー、押し込んだ、オフサイド、フラッグ上がりました。ババ選手がオフサイドですかね。那須川クリアは中途半端です。ドグラスビエイラかわした、ドグラスビエイラからスイッチ、泉沢来た、泉沢シュートだー、よく足に当てました。高木、決定機でしたね。高木選手素晴らしいセーブでしたね、はい、最後は泉沢のシュートです。ここでドグラスビエイラ選手うまく相手をかわして、泉沢選手、泉沢選手も最後相手を外してゴールキーパーの股間を狙ったようなシュートでしたね、はい、守備が全体で連動していますよね、はい、ドグラスビエイラ中入れた、チャンスだ、梶川、これも高木うまくハーフスペースに進入しました。梶川いい崩しでしたね。そうですね、ワンタッチボールをつなぎながらドグラスビエイラ選手が起点を作って、この相手の間で梶川選手がボールを受けて、そして素晴らしいコントロールをしてシュートを放ったんですけれども、前には5人が張っている大分ですが、ここで笛が鳴りました。結局前半はスコアレスです、まあ、前半の終盤ヴェルディも決定機を作りましたが高木がしのぎました。